パッ、こんにちは、ヒヨンです。今回はですね、最近やっていたメイクが彼に褒められて嬉しいなって思ったので、そのメイクをしていきたいと思います。ちぶこべはずに始めますか。それではスタート。やっぱりね、褒められたら嬉しいですよね。まあ、肌の作り方だったり、そのポイントメイクの塗り方だったり、みんなに共有したいと思って、ちょっとメイクをしていきたいと思います。じゃあね、私今スキンケアだけをやってる状態なので、じゃあどんどん始めていきたいんですけど、まずはこちら、変わりません。はい、オンリーミネラルミネラルグロースムーザー01番ピューレの色。もうこれは欠かさず塗っていきます。ラベンダーの方ですね。これがないとね、何も始まらないっていう感じなので、いつも通りでさせていただくんですけど、やっぱり毛穴が気になる部分に塗っていきます。このオンリーミネラルのものは、日焼け止めとか塗らず、本当最初の肌に塗った方が綺麗っていう風に言ってるんですけど、みんなこの方法をやってみました？どうです？多分さ、個人差というか、まあ、肌質って全員違うから、いろんな感じ方があると思うんですけど、やっぱり私はこれが安定ですね。そしたら、最初に唇を潤しておきます。エトボスのミネラルトリートメントリップバーム。ただの透明のものになるんですけど、これを唇に塗っておきます。やっぱり最初に塗っておくと、このね、リップバームが馴染んでリップがつきやすくなるので、最初に塗っといた方がいいです。続きまして、こちらハッチのアクア UV 日焼け止めミルク。こういうミルク状の非常に伸びがいい乳液みたいなものです。これを顔全体に塗っていきます。乾燥するこの季節はこういう風な、結構大げさなくらい潤う方がやりやすいので、潤いのある日焼け止めベースを塗ります。なんかさ、褒められるとさらにこのメイク続けちゃうから、本当にほぼ毎日メイクっていう感じになっちゃうし、わかります、この気持ちって感じで塗れました。もちもち。そしたら、こちらエイプリルスキンのウルトラスリムクッション。私は21番のライトベージュの色で SPF50+PA3+ 入ってるクッションファンデになります。で、色は私21番、少し白肌にしたい方だったり、トーンアップしたい方はこの21番がおすすめです。もう一つ色があって、こちらが23番の標準色です。日焼け肌の方は23番の方がいいかもしれない。本当にね、さらっと伸びてくる。わかります？この馴染みの良さ。さっさっさっと塗ってるだけなのに、何の力も入れてないです。ほら、すごくない？で、塗るとき、ぴょん、1個、1個、1個でやったら、私は1回ティッシュでオフします。余分なファンデをちょっと取るっていうイメージで取ってあげて伸ばしていく。この伸びの良さ分かります？この伸ばしていく工程は素早くやった方がいいです。ファンデーションをずっと肌に置いとくと固まってしまうので、ポンポンポンってやって、余分なファンデーションの液を取ったら、もう素早くポン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 って伸ばしてあげます。これのね、好きなところが、結構エアリーな感じでふわっとした肌にしてくれるんですよね。そんなマットっていう感じではなくて、素肌みたいにナチュラルにふんわりつく感じが私は好きで、これをね、最近はよく使ってます。今一応この頬とおでこにだけ塗ってるんですけど、厚塗り感が本当にないです。で、このクッションファンデはエアリーレイヤーって言って、重ね付けしても結構軽いし、このクッションファンデ塗った後にパウダーいらないぐらいふわっとしてくれるので、これだけで肌が完成するのもすごくお気に入りのポイントの一つです。頬とおでこ塗ったので、鼻を塗っていきます。鼻は一回ちょっとピョッと出して、そんな厚くじゃなく軽くのせてあげて、ピョンポンポンポン、絶対に肌の上でね、ギュッてしない、ずっとポンポンするだけ。もし多かったらティッシュオフしてあげてからまた塗り広げます。本当にね、なんかマットな感じじゃないのが伝わるかな。軽いし、素肌感っていうのが多分一番つけて、みんなの印象に残る感覚だと思います。で、カバー力も割とあるので、なんか素肌感で気になるところが浮き出たりしないのかなっていう心配もあまりしなくて良いかなって思う。あと嬉しいのが、マスクプルーフ効果っていうのがあって、やっぱり今マスク生活が続いているので、マスクつけた時の色移りだったり、メイクの崩れもあまり心配ないなっていう感じはある。あとは、私がいつもやってた通り、指にとってこのね、くぼんでいる場所に、ちょっと明るさを入れてあげる。
で、これも本当に馴染むからさ、こうやって指でポンポンするだけですぐに馴染んでくれるんですよね。だからさ、私ずっとツヤ肌ツヤ肌って言ってきたんですけど、重さを感じないから違和感なくつけられるんですよね。それがすごく大きいかも。あとさ、やっぱりどうしてもマスクしていると肌が荒れちゃうと思うんですけど、このね、クッションファンデにはなんと歯科成分、ツボクサエキスだったり、ヨモギ抽出物が配合されていて、低刺激処方で肌に優しい成分を使ってくれてるので、そこも安心して使えるなって思うし、その成分が入ってることがすごく嬉しく思う。私的に。なんか余分な皮脂だったり、油分を調整してくれるフィッシングオイルみたいのも入っているので、結構男性の方にもおすすめできるみたい。そしたら肌はもうこれで完成なので、てかそういえば、このクッションもう一つあっておすすめなのが、それがこちらなんですけど、エイプリルスキンのマジックスノークッションなんですけど、ちょっと黒い高級っていうかなんかかっこいい感じのパッケージになっていて、これはよりカバー力が高い、キープ力が高い、毛穴だったりニキビ跡とか隠したい方におすすめの方なんですけど、肌につけた時の質感がちょっと違うかも。これが21番のライトベージュ。で、こっちが23番のナチュラルベージュ。まあ、こっちもね、馴染みはいいんですけど、なんかこのパープルと比べた時にしっかり感を感じるかもしれない。でも、カバー力求める方はこの黒い方がいいかもしれない。眉毛に行きます。こちら、イペスのアイブロウクリエイティブパレット。最近私髪の毛がね、赤くなったので、ちょっとここら辺も使って眉毛を仕上げていきたいと思います。最初にこういうね、スクリューブラシで眉毛の毛並みを整える。そしたらこのフーミーのアイブロウペンシルを使って塗っていきます。まずは上の方の茶色、真ん中を混ぜて色を作ってます。色のないところに色をのせるっていう感じかな。やっぱこういうパレット一つ持ってると髪の毛染めた時に買い足さなくていいので楽ですね。なんかお正月の時に私があまりにも眉毛を染めなくて自眉になってもう真っ黒になってたの、その眉毛の毛がね。なんかいつもと顔が違うなって思ってたら眉毛の色だと思って、こういう風に髪の毛を染めてる方は眉毛もしっかり色を入れたり脱色した方がいいって言ってると思うんですけど、その私が言ってることは間違いじゃなかったんだっていうのが今年のお正月に証明されました。やっぱり眉毛の色大切。こんな感じである程度色をのせたら、ちょっと細いブラシで描き足りないところ描いていく。したら赤色をほんのりだけ塗ります。眉尻の方から足していく色を。眉頭に急に赤が来ちゃうとあれってなっちゃう可能性もあるので。そしたら眉マスカラはこちらです。デジャブのアイブロウカラー、ピンクブラウンの色。これは毛並みを固めるっていう意味で塗ります。そしたら次はこちらセザンヌの超細芯アイブロウですね。これで私は涙袋のラインを描く。なんかね、これはこういう風に横で描いた方がいい。こうやって縦でこう描くんじゃなくて、この横に寝せて描いた方が自然というかいい感じじゃないでしょうか。そしたらちょっとツヤを足したいのでこちらトリトリのマイグロシマーハイライター、この色ですね。指で取って私は女神スポットにのせる。なんかいつもここに塗ってるから、このねハイライトとかラメがここにないとちょっと顔が寂しくなっちゃう自分的に。ここは絶対に入れます。私は今日はここの目頭とこの鼻筋にだけ塗った。あと唇の上とかでも良さそう。そしたら&Bのコントアペンで私はこの太った顔をどうにかしようと思いシェーディングを入れていきます。このぐらいさ小さかったらいいのに顔が。でスポンジでちょっと小顔になったのかなっていうおまじないですね。そしたらアイシャドウ、 A ブラックのグラムチェインジマルチパレット05番のベルベットワイン。これはねクリオの姉妹ブランドだったと思う。こういう風に色がね結構たくさん入っていて、まずこの色をノーズシャドウとして入れます。目も薄く取って目頭から、そしたら鼻も入れる。ここ鼻のこの先で V、鼻の先端の V になるよね。シュッ。で、この、ここ。お、チュ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 ってやって、ちょっと鼻をキュッとさせる。そしたら、今使った色と、この横にあるこのワイン色みたいなを混ぜて色を作ります。
どっちかっていうとこっちの内側の色の方が多く入れて、手の甲とかでなじませアイホール全体に入れます。肌の質感が結構ふんわり感なので、アイシャドウもテンションを合わせてちょっとねエアリー感のあるものをつけてます。うん、こんな感じ。同じ色を涙袋全体にも塗る。このまぶたに塗った色の延長線というか残りで塗った方があんまり濃くなりすぎないからいいかもしれない。そしたら少しの締め色としてこの色を際に塗るんですけど、これがなんか茶色っていうよりもパープルっぽい感じなんですよ。こういう風に結構ね多く入れちゃっても全然そんな目立たなくて、この目の下の際に細く結構長めに入れます。で、上は二重幅の目尻の方に入れます。はい、こんな感じです。そしたらラメはこの色、ベージュっぽい色、これはねラメラメっていうよりもどっちかというとパールっぽい光り方なんですけど、このシャドウを下まぶたのここにだけ塗ります。そうすることによってより涙袋をふんわりさせて、だけどやりすぎ感のない目元を目指すっていう感じかな。だしベージュっぽい色で白くないから浮かない。できました。そしたらアイラインを塗るんですけど、めちゃくちゃに可愛いこのアイライン、 D アップのシリキーリキッドアイライナーシフォンブラウンの色を目尻に塗ります。このね絶妙な色が可愛いんですよね。可愛くないこの色、めっちゃこのシャドウにね馴染んでくれるんですよね。でアイラインは目のラインに沿ってまっすぐ入れる。かわいい。はい、そしたらマスカラはこちらデジャベのラッシュアップマスカラ E のこれブラックなんですけど、やっぱこういう風にブラシが細くって濃くつかないから、そのブラックっていう感じもそんなに気にならない。でこれを一塗りぐらいというか少しボリュームが出るぐらい、やっぱり男性ってさりげないのが好きなのかね。メイクが濃いとねあんまりね受けない。うん、ちょうどいいんじゃないでしょうか。そしたらチークですね。チークはこれを使います。アディクションのザ・ブラッシュマット007番 M 専用のブラシあるので塗せたら、サッサッサッと塗るんじゃなくて、もうこれも手で塗るようなトントン押しながら塗ります。楕円形に私は入れました。ちょっとつけすぎたなって思った時、私いつも最近これ入れてるんですけど、アディクションのザ・ブラッシュニュアンサー 002N の色、チークの上にこれ重ねて塗るものなんですけど、ブラシの色ティッシュでオフしてあげて、ちょっとこういう風に塗ってなじませ、チークの上からサササッと塗る。さっきのチークはトントントンって塗ったんですけど、これはサササッと塗ってちょっとツヤ感とかを出したり、このチークがボケるようにします。そしたらリップを塗るんですけど、リップはまずこちらロム&のブラーファッジティントの、私は04番のラッドウッドっていう色です。これマットのこういうティントなんですけど、結構ねマットなんですけど軽いんですよね、つけた時に。だから私もあんまりマットつけないんだけど、使いやすいというか違和感なくつけれるので、これをねさっきリップ塗ったと思うんですけど、内側に塗ってあげたら、で内側に伸ばしていく。で最初にリップを塗ってるのでそんな濃くつかないから安心してください。こんな感じに色付けしたら、その上からこちら RMK のリップジェリーグロス EX09 番ピーチブロンズっていう、この色、こんな感じ、この色、これはねちょっとマスクには合わないんですけど、ちょっとお直しとかする際にこれを塗って、こんな感じです。どうですかって感じでメイクの完成です。じゃあ髪の毛とお着替えをしてきちゃいます。いい、はいって感じで髪の毛もやってお着替えもしてきました。いかがですか。最近こういうメイクをしていたら彼がね結構褒めてくれたので、それが嬉しくて皆さんにこのメイクを共有してみました。で今回使ったこちらのエイプリルスキンのウルトラスリムクッションはですね、やっぱこういう風にエアリーな感じで重さが全くないし、カバー力がある中で素肌感を作ってくれたり、マスクをつけた時の崩れ防止だったり、やっぱ歯科成分が生えてることとか、いろいろねおすすめなポイントがたくさんあって皆さんに使ってほしいなって思うクッションなので、詳細は概要欄にいつも通り書いてあるので、そちらからチェックしてみてくださいって感じで、この動画が楽しかったり、また私のメイク見てみたいなと思ってくれた方はぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。クラーン、アンニョン。